ヨッパさんオプーナの人ですね。そしてハトムギさんは 2P カラーのナイトメア。そうして、アカンステージ引いた。太いですね、このビオラ。さあ、お互いリングアウト能力が非常に高い。開幕いきなり勝利打っていく。差し込んで、さあ、弾を置いて攻める。さあ、これで体力大幅にリード、事故らないように真ん中に戻る、ゲロッパさん。ゲロッパさん、ゲロピーさんですね。ひっくり返して。クリームを 2A で止めて、1本目はゲロピーさん。スカカク。引っ掛けてコンボきっちり。さあ、8秒でこのダメージ。きっちり削り殺して2本目はハトムギさんに取り返す。ソルジャーソウルどういうゲームなんですかね。まあソウルがついてるけど別になんか関係なさそうな気がしますけど。さあため切って逆タク投げ落として、これ落ちる。リーチをかけたのはゲロピーさん。おっと、シャガステが入っていた。さあ、ここは置いてから食らってしまって、これはアッパーポンポンポンパンと。ということで、勝ち上がったのはゲロピーさん、ビオラでした。